て、さて、では議論がなぜ難しいのかという本題に入っていきますが、生命倫理というのは生命が大事だとか、守らなければならないとか、そういう価値とか意味とかいうものを素材にしなければならないんです。価値とか意味とかいうことを論じるのは、まあ、一般に難しいわけです。自然科学、サイエンスであれば価値や意味は斜照して、研究をすればよろしいので、こういう方法論というのは大変明快です。技術もそうかもしれません。しかし一旦それを超えて価値、意味ということになると、議論の仕方が大変難しく、そして、少なくとも、日本では、普通の人はあんまりそういう訓練を受けるチャンスがないんです。ですから、こういうことを議論しても、まあ、議論して結論を出すっていうのは聞こえはいいわけですけど、議論しても、ぐるぐる話が回るだけみたいになってですね、作業が生産的でないんですね。で、じゃあそういうのを突破するのにはどうしたらいいかというと、価値や意味の構造について、少し押さえておいたらいいのではないか。それが前半です。1番、社会の土台は言葉であるということなんですが、ここに書いてあることはですね、すぐ上の参考というところにございますけれども、間もなく発売の思想地図という雑誌の5号というのがあるんですが、そこに短い論文として書いてありますので、そちらもご参考にいただければと思いますが、その要約になっておりますが、1、価値と意味。人間は生きていくためにさまざまなものに価値を認め意味を見出していると。これは全ての人間がやっていることです。そして、動物の生命があり、人間も生命を持っているんですけど、動物と人間の違いは単に生存しているだけではなくて、生きるための意味、自分は何のために生きているかという価値を確認しないと多分生きていけない、そういうふうに思っているものなんですね。で、じゃあその価値と意味は何かって言われると、個別バラバラで、例えばお金が大切だと思う人もいれば、財産に執着する人もいれば、社会的地位とか他人の承認とかですね、仕事がうまくいくことことか家庭がうまくいくこととか、いろいろあってそれぞれバラバラかもしれませんけれど、しかし価値や意味に囲まれて生きているっていう点が人間としては共通しているんです。そして生命倫理というものがあるとすれば、そういう価値観の延長上にいなければ、多分腑に落ちるような形で、あ、これでいいんだというふうに思うことはできないです。さて、そういう世界はさまざまな価値、大事なことやその意味に満ちているわけで、これは反省してみれば誰でもそうなっているわけです。で、次に価値と意味というふうに2つの言葉を分けたんですけど、多少違うんじゃないか。価値は個別的であります。ある人の価値は別な人の価値じゃないかもしれない。例えばある人が大事に大事にしている財産が何かの弾みで壊れてしまった。でもそれを見ている別な人にとってはそれなんてことはないかもしれないんですね。で、しかし意味というのはそういうふうに個別化されていなくて関連しているんです。ネットワークですから、例えばですね、ある出来事、例えば新聞の報道でこんな悪いことをしている人がのうのうと逃げ延びていて処罰もされない、このことが非常に私を悩ませたり苦しめたり怒らせたりするんです。本来権利としては権利なんかないわけですね。自分の財産とも関係ない、自分の自由が束縛されるわけでもないんですけど、しかしこんなことがあってはならないというふうに考えるわけです。それは意味だからで、この世の中には意味がなきゃいけなくて、自分が生きるに値しなくちゃいけなくて、ある出来事がそれで説明できないと、これは許せない、こういうふうに思うわけです。そういうこともあるんです。で、この意味の問題っていうのが多分生命倫理には非常にこう関連していて、生命というのは非常に広いことなので、自分の生命ではなくてもどっかの誰かの生命がこんな風に扱われていいかどうかっていう風に受け止められるかどうかっていう問題なんですね。これは権利に回収できない。普通の法律システムとか近代社会は全部権利でできていて、所有権とか自由権とか表現の自由とか権利によって相互の調整をするんですけど、意味っていうのは権利を飛び越えてですね、価値ではなくて意味なんですね。そうすると
無関係な人ってのがいなくて、全ての人が巻き込まれるという、そういう論争状態に学っていくんじゃないかな。で、2番、他人への配慮ということなんです。ここはちょっと簡単にしますが、動物も、ヒナとか、何か、相手を思いやるってことはあるんですけれど、人間の配慮っていうのはもう少し行き届いたものです。目の前からその相手がいなくなっても、ずっと思い続けることができます。それはなぜかというと、その人に名前を与えていて、その人との関係を親子とか兄弟とか夫婦とか考えていて、そしてずっとずっと配慮し続けるからです。動物は餌を見つけるとその場で食べてしまいます。で、持って帰って他の家族に食べさせるってことは、まあ、やる動物もあるんですけど、別なメカニズムで、原則自分で生きているんです。人間は必ず、家族で集まって食事をします。餌を見つけた現場では食べないんです。餌を見つけたところでは、これは持って帰ってみんなで食べなければって思ってるわけですね。つまり目の前にいない人たちも同等の権利を持って生きていかなきゃいけないっていう、そういう価値観で動いてるわけです。これって、ね、一番小さいグループだったら家族です。もうちょっと大きければいろんな集団があります。どんな社会でも必ずこういうふうになっているわけです。で、そのために必要なツールが言葉なんです。言葉があれば、名指されるものが全て存在し始めて、目の前になくても必ず対象として認識できるんです。そういう点から言うと、全ての人は人間として生まれた以上、仲間として生まれた以上、事故で死んだり殺されたりしないで、生命を全うしてほしい。これは誰でもお互いに願っているわけですから、そういう意味で生命は価値があるんですね。で、次に法と正義ですけれども、それを阻害するもの、例えば殺人、これは必ずいけないことだし、それからその生命を保障するためのある人にとっての大事な価値を、奪い取ってしまうこと、まあ、盗みですね、こういうこともいけないということを保障しているわけです。そして法の前提は、人は全て一様に扱われることということで、これがまあ正義の根源になっているわけです。で、法と倫理ですけれど、こういう状態を実現するために自分や相手の行動を調整していかなきゃいけないんですけど、そのための手段として法というものと倫理というものがあります。法というのは、明確な基準を見つけて決めて、それに違反したら制裁を加えるという形で外からコントロールします。倫理というのは、それに対して、明確なルールがあると考えて、自分でそれに違反しないように自分を律するというベクトルがあって、法と倫理はそういう意味で、分離していると。